DJ ストーライト。ここはですね、僕がホテル取ってるところ、マーライオンパークの近くの場所なんですけど、ラフルズプレイス、その駅の MRT の駅の目の前にいるんですけど、ここから世界遺産見に行きたいと思います。今日はですね、ボタニックガーデンという駅から MRT で行って、そのまま世界遺産の植物園見に行きたいと思います。マップから降りたい駅を見て、僕が行きたいのはボタニックガーデンです。ここですね。ここです。ダウンタウンラインですね。これに行きましょう。あ、シンガポール2ドルですね。入れる場所はここですね。そうするとここからチケットが出てきます。はい、これですね。これで電車乗ります。あ、はいですね、また空港方面に行く方に乗って、そこからダウンタウンラインに乗り換えます。メロージャム TV シンガポールデイ2ですね。今回はですね、世界遺産の植物園に来ます。シンガポールボタニックガーデンですね。この入り口ここですね。ここから中の方入ってみたいと思うので行ってみましょう。コロイムは、はい、メロージャム TV シンガポールにある世界遺産見に来ました。ボタニックガーデンズ、ここですね。MRT で来れます。電車の乗り方、 MRT の乗り方っていうのを別動画で上げてると思うので、その時にね、路線は載せてるんですけど、僕が泊まってるところはね、イーストウエストラインから乗り換えてダウンタウン、ここにあのダウンタウンラインがあるんで、ボタニックガーデンズっていう駅がここにすぐあるのでね、ここから出てもらえればすぐこのガーデンのところ、植物園のところすぐ来ます。はい、ここがボタニックガーデンズですね、駅です。ここからダウンタウン、あれですね、マリーナベイサンズ、あっからでも駅があるので、そこからも来れますね。サークルラインだかな、なんかその黄色いラインがあるんで、そこからも来れます。はい、ここが植物園入り口ですね。ここから入ってみましょう。メロジャム TV DJ ソラーズシンガポールデイ2ですね。はい、こんな感じですね。植物園結構でかいみたいなんでね、確かシンガポール唯一の世界遺産だと思います。うん、今ここですね。まあ、できるだけ結構見ていきましょう。今日昼間はここを見ていこうかなっていう感じです。はい、写真も撮りながらいろいろ撮っていきましょうかね。はい、あ、なんかすげえのいる、やば。これ撮って、じゃあ何このトカゲみたいな、超でかい、すごいすごい。写真撮っとこう。でかいな、すごい。かつあんなの初めて見ましたね。
植物園、世界遺産の植物園のトイレを紹介したいと思うので、世界のトイレシリーズ行ってみたいと思います。メンズはこっちですね。このこちら手洗いと大人側のゴミ箱もあるし、ジョバンマギもそこもいいパークになってますね。いや、 DJ ソーラーズメロージャム TV、 シンガポール植物園世界遺産の前、シンガポールボトニックガーデンズからチャンネル登録よろしくお願いします。